スポーツを通じて障害や多様性を理解し、夢や希望を持つことの大切さを伝えようと、神戸市の中学校でパラリンピックのメダリストによる特別授業が開かれました。神戸市立友ヶ丘中学校で行われた特別授業。講師は三木市出身でアテネパラリンピックの1600メートルリレー銅メダリスト、長尾義文さんです。授業では競技用車椅子に乗ってその場で時速何キロメートル出るかに挑戦。学校の先生たちも挑戦したんですが、最高記録は大人ではなく女子生徒の 22.3 キロ。一方、長尾さんは大声援の後押しで 47.6 キロ。さすが日本人最多パラ7回出場のレジェンド、貫禄を見せました。障害があってもなかったもそういう楽しめるようなスポーツなんだということをまず感じてもらって、結局みんな人は一緒なんだなということを感じてもらえればすごく僕はいいと思います。話がとても面白くて進むのが早かったです。自分ができることを精一杯に探して必死に頑張るっていう姿が本当にかっこよくて、自分も見習いたいなと思いました。体験授業の後の講演で長尾さんは、2年後に神戸で開かれる世界パラ陸上についてや、思いやりの心を持った共生社会の大切さを語っていました。